アレクセイ・アルヒポビチ・レオーノフはソビエト連邦の軍人宇宙飛行士。1965年に世界で初めて宇宙遊泳を行った。レオーノフはソビエト連邦において1960年にユーリーガガーリンらと共に最初の宇宙飛行士として空軍から選抜された20人のうちの一人であった。1965年3月18日7時、アトックに ボスホート2号に登場し、パベル・ベリアエフ大佐と共に、バイコヌール宇宙基地から打ち上げられた。アトック18日8時34分より、約10分間、宇宙遊泳を行った。ボスホート2号は3月19日に帰還している。この時、宇宙服内の気圧が上がりすぎ、服全体が膨張し、手を握ることもできず、エアロックを通って船内に戻ることができなくなったため、 油圧バルブを開いて空気を逃がしてようやくことなきを得た。この事実は当時は発表されることはなかった。1968年からはソビエトの月接近飛行計画及び月着陸飛行計画のメンバーに選抜されている。しかし宇宙船の開発の遅延とアメリカ合衆国のアポロ計画の成功によりこれらの計画はキャンセルされた。 1971年に打ち上げられたソユーズ11号は当初、レオーノフを船長として、ワレリー・クバソフ、ピョートル・コロディンを加えた3人が登場し、サリュート1号へ向かう予定であったが、打ち上げの4日前に行われた X 線検査でクバソフが結核に感染していることが発見され、規定によりバックアップクルーの3人と交代することとなった。しかし、 ソユーズ11号は地上へ帰還する際、帰還モジュールに装備されていたバルブの欠陥による空気漏れ事故が発生し、交代したクルー3人が全員死亡するという悲劇に見舞われた。レオーノフは問題のバルブがしばしば誤作動を起こしていたことを認識しており、突入前の宇宙船との交信で自動ではなく手動でバルブを操作するようにとアドバイスしていた。しかし、 結局クルーは自動でバルブを動作させ死亡事故に至った。彼は自分がソユーズ11号に乗っていれば事故は起こらなかったと自責の念に駆られたという。1975年にはソユーズ19号に登場しアポロ18号とのドッキングを行っている。1976年以降は宇宙飛行士の育成にあたり、1991年に引退している。 宇宙開発の任務に携わっていた時期から趣味として宇宙などを題材とした絵画を描いている。また数度の来日経験がある。1980年に放映された日本の教育テレビスペシャル人間は何を作ってきたか交通博物館の世界ではロケットの会でロシアソ連のロケット開発の歴史を紹介するホスト役としてソ連国内でのビデオ収録で出演した。 この当時はソ連の友人月旅行計画は公にされていなかったため番組中ではソ連は友人の月探査を考えていなかったという事実とは異なる説明を行っている大変気さくな人柄で2003年日本では初めて開催された第18回世界宇宙飛行士会議のトークセッションでは通訳を介することを忘れるほど熱意を込めて宇宙への 思いを話していた。また、世界宇宙飛行士会議の会場となった、東京の日本科学未来館には、展示されている自らの写真にロシア語とともに日本語のカタカナで、レオヌフとサインを残している。2019年10月11日、モスクワの病院で死去。85歳没。映画、小説、2001年宇宙の旅の続編として作られた、小説、 2010年宇宙の旅では、前作で木星周回軌道上に放置された宇宙船ディスカパリー号の調査のために、アメリカ合衆国とソビート連邦が威信をかけた競争を繰り広げる。妥協の産物として、ソビート連邦はアメリカ合衆国の調査チームを自国船に同乗させることに同意する。このソビート連邦の宇宙船の名は、アレクセイ・レオーノフであった。 小説出版は1982年、映画公開は1984年で、レオーノフは未来に国家の威信をかけた宇宙船に懸命されてもおかしくないほどに巧妙な宇宙飛行士であった。著者、アーサー・シー・クラークは執筆中の1981年、ソ連の閉鎖都市に滞在許可を得てまで出向いて、レオーノフと会い、次の小説の宇宙船に、 あなたの名前を使いたいと了承を求めた。レオーノフ自身も、それはきっと、いい船だ。と快諾した、というエピソードを、クラークは3001年終局への旅の後書きで、記している。ありがとうございます。